ベランダコート Q は速攻タイプ、勾配床排水口兼用下地調整モルタルです。このようなことでお困りではありませんか？長時間の通行止めは工事の中断を余儀なくされ、特に工期のない現場では悩ましい問題です。養生中にゴミなどが付着し手直しを行った経験はありませんか？引き渡し後に水たまり箇所が判明し修繕を行った経験はありませんか？ NS ベランダコート Q はこれらの問題をすべて解決します。 NS ベランダコート Q の排水口の標準施工容量をご紹介いたします。下地の脆弱層、レータンス、ホコリなどをワイヤーブラシ、サンダー掛けなどで除去し、掃除機などで清掃してください。次に墨出しです。排水口の側面に NS ベランダコート Q の施工高さの位置を決め、排水ドレン部まで墨打ちを行います。墨打ちを行わずに NS ベランダコート Q を施工すると、勾配が正確に取れずに硬化後の傾斜面に水がたまる恐れがありますので、墨打ちは必ず行ってください。排水ドレン部周りに NS ベランダコート Q が流出するのを防ぐため、バックアップ材や適当なモルタルなどを用いてドレン手前に咳止めを作ります。また構造スリットなどのジョイント部がある場合もバックアップ材などで咳止めを設けてください。次にプライマーを塗布します。 NS ベランダコート Q の施工前日までに施工面にNS 高性能プライマー SL 用の5倍希釈液を2回塗布します。1回目塗布後、 NS 高性能プライマー SL 用が乳白色から透明になってから2回目を塗布してください。 NS ベランダコート Q の練り混ぜです。 NS ベランダコート Q1 体に対し水5リットルを容器に入れ、 NS ベランダコート Q を徐々に加えながら高速ミキサー、ハンドミキサーなどでダマが残らないように十分練り混ぜてください。なお目安として練り混ぜ時間はおおよそ3分程度です。練り混ぜた NS ベランダコート Q を缶などに小分けし、炭に合わせて流し込み、所定の厚さになるように慣らしてください。ひび割れを抑える効果があるので、流し込み5分以内に必ずタッピングを行ってください。また NS ベランダコート Q が締まりかけた状態でタッピングを行うとシワの発生する恐れがありますので注意してください。打設後の養生です。目安として施工終了後4時間は直射日光、急激な乾燥、振動、衝撃などを避けてください。仕上げ施工までの養生期間は夏季4日、冬季7日以上としてください。なお露出仕上げには使用しないでください。NS ベランダコート Q は速攻タイプのため工期を大幅に短縮できます。 NS ベランダコート Q の勾配床の標準施工容量をご紹介いたします。下地の脆弱層、レータンス、ホコリなどをワイヤーブラシ、サンダー掛けなどで除去し、掃除機などで清掃してください。気泡発生及び浮きの原因となりますので、特に雨打たれ部分の脆弱部はポリッシャーなどを用いて完全に除去してください。次に墨出しです。 NS ベランダコート Q の仕上げ高さを壁面に
墨出しを行います。広い面積を施工する場合は床面にも2メートルから3メートル間隔程度にモルタル、釘などで当たりを取ってください。次にプライマーを塗布します。 NS ベランダコート級の施工前日までに施工面に NS 高性能プライマー SL 用の5倍希釈液を2回塗布します。1回目塗布後 NS 高性能プライマー SL 用が乳白色から透明になってから2回目を塗布してください。ベランダの勾配床を施工する場合は排水口に NS ベランダコート Q が流出するのを防ぐため咳止めを設けてください。NS ベランダコート Q の練り混ぜです。 NS ベランダコート Q1 体に対し水 5.5 リットルを容器に入れ、 NS ベランダコート Q を徐々に加えながら高速ミキサー、ハンドミキサーなどでダマが残らないように十分練り混ぜてください。なお目安として練り混ぜ時間はおおよそ3分程度です。NS ベランダコート Q を炭に合わせて流し込み、コテで押し広げながら所定の厚さになるように慣らしてください。平滑に仕上げるために打設は練り混ぜ後15分以内に行い、素早く仕上げてください。打設後の養生です。目安として施工終了後4時間は直射日光、急激な乾燥、振動、衝撃などを避けてください。仕上げ施工までの養生期間は夏季4日、冬季7日以上としてください。なお露出仕上げには使用しないでください。 NS ベランダコート Q は速攻タイプのため施工後4時間から5時間後には軽歩行が可能で工期を大幅に短縮できます。